クラッシュアンダー55キロファイト3分3ラウンドです。軽量級赤コーナーから今ガウンを脱ぎ去って最強春馬です。6勝3 KO 勝ち、ここまでの戦績、それに対して4勝負け知らずです。2つの KO 勝ちを収めているのが右側青いグローブの大岩翔太、163センチ、上からグローブを合わせた大岩、170センチ最強です。延長戦はありません。9分間、いざフルにか、それともゴングが鳴らされています。右手を前に構える同士、赤いグローブ最強、ローキックは大岩が走らせていきます。さて解説は格闘技ライター中村匠海さん、ゲスト解説は石川直樹さんです。お二方改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村さん、はい、初出場大岩対して最強は切れ味スピード、グラついたところに右ミドル、当てるか当てるか、大岩相当ダメージありますか、これで終わった、勝者最強